アラモサ軍、アラモサ軍は、アメリカ合衆国コロラド州に位置する軍である。2000年現在、人口は14,966人である。軍庁所在地は、アラモサである。ここの名称はスペイン語のコットンウッドグローブという意味である。アラモサ軍は、コスティラ軍の北東部外に1913年3月8日に、コロラド州議会によって設立された。 アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積1874平方キロメートルである。このうち1872平方キロメートルが陸地で、2平方キロメートルが水地域である。総面積の0.11%が水地域となっている。北から時計回りに、隣接する軍は、沢地軍、ヒューファノ軍、コスティラ軍、コネホス軍、及びリオグランデ軍である。 2000年現在の国勢調査で、この軍は人口14,966人、5,467世帯及び3,651家族が暮らしている。人口密度は8平方キロメートルである。3平方キロメートルの平均的な密度に6,088件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人71.19%、 アフリカン・アメリカン0.97%、先住民2.34%、アジア0.82%、太平洋諸島系0.19%、その他の人種20.34%、および根結4.16%である。この人口の41.41% 41はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は27.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が15.90%、25歳以上44歳以下が26.70%、45歳以上64歳以下が20.60%、および65歳以上が9.60%にわたっている。中央値年齢は31歳である。 女性100人ごとに対して男性は99.00人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は95.30人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は29,447ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は38,389ベードルである。男性は27,733ベードルに、 対して女性は22,806六米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15,037七米ドルである。人口の21.30%及び家族の15.60%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の27.40%及び65歳以上の13.90%は 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。